今日はどんなゲームを見せてくれるでしょうか。田渡がコントロールしています。7秒6秒時間がなくなってきている中で最初の得点は3ポイント。駒沢から長島、もう一度駒沢に戻っていきました。外に振るアーロン・ホワイト、コーナーのスリーが決まりました。リバウンドは熊本、ホワイトが運びます。ドライブします。自分で行き切りました。そしてバスケットカウント。アイバナーカスのファール。長島、山本翔太はフリーを作って、2秒というところで少し時間も見ながらでした。ショットクロック。そしてここはジャメール・マクリーン、1に行け、タフショット、セカンドチャンスまで持っていけるか。熊本が奪います。スペースが空いている。山本翔太、ここでまた攻守が入れ替わります。熊本がここは集中しました。4点リードの熊本、負けませんでした。ジャメール・マクリーン、スリーポイントでこれで今日7得点目です。3点差まで来ました。神里のコーナースリー、様子を伺うようにして外に展開。石橋、フェイクを入れてからのスリーポイント。駒澤はまだ得点ありません。今日のゲームうまく体をしなやかに加藤武と足元を通していきました。そして縦へのボール、相葉ナーカス、玉渡りボールをコントロール、長島がつく、切り返していきます。ここも距離感見事でした。ぴったりです。鮮やかダンクショット。そしてもう一度チャンスを作るですが、間に土屋がいました。エチェニケダンクシュート。残りの時間は2分。テレンス・キング、加藤、コーナーからのスリー、ホワイトが走っていました。これはダンクシュート。最後まで盛り上げていきます。ブラックゴルフス初日、そして2日目、連勝として年内最後、連敗から連勝街道を作っていく熊本ボルターズ。